こんにちは、土の子です。ちょっと前にオノノコスの動画を上げたんですけど、前下肢がねちょっとよく分かんなくてできなかった。でもね、コメントであったように前下肢じゃなきゃねクリアできなかったりとか、まあでねレベルが低くてそんなことがあるみたいなんで、ちょっとね前下肢するようにちょっと考えてやってみたいと思います。まずね、まず最初にやるのはオノノクスを消していきましょう。上段ね、いきます。1手目、2手目、はい、次は、どちらか一方ちょうどね、反対側になってるので直します。はい、いいですね。これで他のところはそのままブロックが消えたら、上と下合体するようになりました。さあここからね、上をずらしてしまうと、リフレッシュされてしまいます。動かせなくなって、でそれを防ぐために一回ね下から持ってくる。多分ですね、持ってるポケモンは違うかもしれませんが同じ形になってると思うんで、下段から一個持っていきます。いきますよ、こうですね、真上に消すように持っていく。はい、 OK です。さあそしたら次ですね、余計なポケモンを右に持ってきます。はいはい、これで全消し。はいね、成功しました。もうずっとね考えて考えて動画に撮って考えてようやくね分かりました。こうやれば全消しね誰でもできるので、ぜひねやってみてください。それじゃあ土の子でした。